て関わらう諸人、あるは須川の里の新山神社の神楽の諸人ら、舞い集いて。このだるま市でですね、もう一回、再会の場としてみんなで集まっていただいて、笑顔や涙で、お祭りを楽しんでいってもらえればと思いますので、どうか2日間よろしくお願いいたします。成功万歳。
万歳万歳日本国は2日間ご来場いただきありがとうございました。そしてみんなで今年はなんかみんなで作れたより良いダルマ市だったのかなと思います。また来年も引き続きダルマ市を行いますのでね、みんなでいいものを作ってね、で最後には皆さんで双葉でダルマ市をやれるように今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。明けましておめでとうございます。ニュース双葉です。2017年の年明けをいかがお過ごしですか？本年もどうぞよろしくお願いいたします。それでは早速町のニュースをお伝えします。はじめに双葉町選挙管理委員会より双葉町長選挙及び双葉町議会議員一般選挙のお知らせです。双葉町ではこのほど任期満了に伴う双葉町長選挙及び双葉町議会議員一般選挙が行われます。この選挙の告示は平成29年1月19日木曜日、投票日が1月29日日曜日です。1月29日当日の投票はご覧の3カ所で行うことができます。また、29日に投票できない方のための、期日前投票ができる期間は、1月20日金曜日から28日土曜日までで、投票できる場所はご覧の12カ所です。当日及び期日前投票が困難な方の投票方法につきましては、双葉町選挙管理委員会より送付いたしました、選挙のお知らせ、をご覧ください。町民皆様の声を調整に反映させる大切な機会です。棄権せず、ぜひ投票をお願いいたします。1月3日、いわき市平のワシントンホテル椿山荘において、平成29年双葉町成人式が挙行され、晴れ着姿で出席した新成人に、それぞれ成人証書が手渡されました。今年、成人式を迎えたのは、男子40名、女子32名の計72名です。式では、新成人を代表して、大隅敦史さん、高橋真由さんが誓いの言葉を述べました。今日まで私たちを育て、慈しみ、温かく見守ってくださいました家族、先生方、地域の皆様に心から感謝を申し上げます。東日本大震災が発生した当時、中学2年生だった私たちは原発事故による避難のため突然友人たちと離れ離れになり、その後それぞれの生活を送りましたが、生まれ育った私たちのふるさとである双葉町をひとときも忘れることなく、これまで精一杯歩んできました。成人を迎えた今、お世話になった双葉町や地域のために自分たちのできることで貢献していきたい気持ちでいっぱいです。この成人式の模様は後日双葉チャンネルにて放送いたしますので、ぜひご覧ください。次のお知らせです。12月21日双葉町役場いわき事務所において、双葉ふるさとカルタの贈呈式が行われました。これは、タブレット端末配布事業を展開する中で、町民の中から、ふるさと双葉町の記憶と言葉を、後世に残したいという意見が上がったことをきっかけに、双葉町の風景や、伝統文化を、ふるさとの言葉で読んだ、46音のカルタが作られたもので、制作にあたっては、株式会社 NTT ドコモとドコモグループ約9900名の社員等より募った募金及びグループ会社からの寄付金が充てられました。カルタの読み札は6月下旬から8月下旬までの約2ヶ月間で、町が配布しているタブレット端末を通して町民から寄せられた731件の候補より選考されました。取り札のイラストは双葉町出身のイラストレーター前田香織さんが担当しました。12月23日には
福島市の県北双葉会において、早速カルタ大会が開かれ、参加者約30名が、グループに分かれてカルタ取りを楽しみました。レジーバナの図書館の中に、ね、この日は参加者によるカルタの箱詰め作業も行われ、準備された150箱は今後双葉町立幼小中学校や関連機関に順次配布されることとなっております。また、町民約3000世帯には、すでに昨年中に配布されておりますが、お手元に届いたカルタに、落町等の不具合があった場合は、秘書広報課までご連絡ください。最後に、このカルタを使った交流会のお知らせです。1月22日、日曜日に、いわき市なこその関公園、水風殿において、なこそ&双葉、カルタンカ交流会が開催されます。当日は、なこそと双葉のカルタを使ったカルタ大会や芋煮会、コンサートなど盛りだくさんでお送りします。参加ご希望の方は、お気軽に秘書広報課までお問い合わせください。12月17日、南相馬市石神障害学習センターにおいて、ふたさこ主催の料理教室、ふたば料理教室、冬の陣、in、南相馬、が開催され、南相馬市、相馬市、新地町に住む町民15名が参加しました。この日挑戦した料理は、コンソメライス、鮭のソテー簡単タルタルソース、ポカポカジンジャースープで、風邪やインフルエンザが流行るこの時期に、免疫力や抵抗力向上効果のあるメニューが中心となりました。この日、夫婦で参加したという参加者の一人は、みんなで集まって食べるのが楽しい、と語り、料理を通した交流を楽しんでいました。12月17日、福岡ソフトバンクホークス所属、第4回 WBC 選抜選手でもある内川聖一選手が福島県を訪れ、中学生を対象とした野球教室を楢葉町で開催しました。内川選手による福島での野球教室は今回で3回目となり、日本を代表する現役プロ野球選手の指導を楽しみに、過去最多の約250名の中学生が参加しました。内川選手は参加者一人一人と数球ずつキャッチボールを交わしたほか、バットの持ち方などの実践基礎を指導するなど、約3時間にわたる指導に汗を流しました。内川選手に同行した上林誠二選手によるバッティング指導もあり、参加した中学生たちは真剣な表情で聞き入っていました。内川選手は、野球教室前日に双葉町に立ち入り、町職員に案内された駅舎で震災当時のスポーツ新聞に自分の記事を見つけたり、町職員の自宅を訪問する中で、約6年にわたって時間が止まったままの町の様子を目の当たりにし、言葉を詰まらせる場面もありました。野球教室終了後、上林選手、内川選手より、双葉町の皆様に次のようなメッセージをいただきました。はい、テレビでは見てはいましたけど、実際にこう自分も見させていただいて、いろいろ感じる部分はあったので、本当に、被災地の皆さんのためにも、僕たちは野球しかできないですけど、一生懸命頑張って元気を与えていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。僕らではね、なかなか想像できない、苦しみであったりだとか大変さっていうのを抱えてるってことは十分理解してきたつもりではあったんですけども、実際、ああやって町に立ち入らせてもらうことによって、2011年の3月11日から本当に時が止まってるんだなっていうのを自分も実感させてもらいましたし、今現時点で自分に何ができるのかなってことはまだ分かりませんけど、気持ちの面では
しっかりそういう状況の人たちに寄り添っていかないといけないんだなっていうのを改めて実感させてもらったところがありますので、僕らが気持ちを寄せる部分と内川っていう選手が寄せてくれてるらしいよって、じゃあちょっと応援しようかっていう、こういい意味でね、交流ができればいいなっていうふうに思ってますんで、そのためにもやっぱりどんな時もグラウンドに立ち続けたい、長く現役を続けたいっていうのをこう改めて自分の中でも感じさせてもらった一日ではありました。皆さん、ニュースくたば新春号をご覧いただきありがとうございました。お別れは、昨年末に各地で開催された忘年会や交流会の様子です。久しぶりの再会を楽しむ町民皆さんの笑顔いっぱいの映像をお楽しみください。それではまた来月お会いしましょう。